はい皆様、アニョッス。明日から8月、また言いますよ。学生諸君、宿題は進んでますか？まだ全く手をつけてない方、ぼちぼち始めましょう。では本題、本日は気まずいシリーズ、ガチャと茶番の総集編となります。日常の気まずいが盛りだくさん、お楽しみください。皆様アニョッス。今回は小学校あるあるガチャじゃないわよ。家族でファミレス行ったら、まさかのクラスメイトと遭遇。気まずいし恥ずかしいな。っていうような、日常の気まずいあるあるが入ってるガチャだぜ。小学校あるあるも良かったけど、こっちもかなりあるある。じゃあ早速引いていきたいと思います。お、いきなり虹。これはニートしかわからない。家族でテレビ見てて気まずくなること、結構あるよね。ドラマのラブシーンとかな。そういう時はとりあえず黙っとく。これ恥ずかしい。コンビニに限らず結構滑るとこあるよね、外って。でも滑っても平成を装うんだよな。そうそう、周り意識してね。たくさんいればね、あれだけど。二人とかの時はあれだよな。まあ熱唱中天員入ってくるよりはマシよ。あれやだよな。これは、ないかな。そもそもハゲの知り合いいない？これは案外気にしなそうな気もする。そしてこれもテレビネタ。これは別に良くない？正直大人っぽくてクールな美人お姉さんがやってたら、一瞬で好きになる自信あるぜ。無視変態。これはめっちゃわかる。ギリギリ乗れない時はね、他の乗客は行っちゃうからいいけど。車内に取り残された後の周りの視線な。たまに見かける。なんか電車気まずい他にも結構ありそう。満員電車で隣の人の足踏んじゃった時とかは？あ、それもあるな。これは気まずい以外の何物でもない。周りの聞こえないふりが逆に恥ずかしい。仲良い友達とかならあれだけど、職場とか学校の授業中だったら最悪。主、嫌な過去を思い出したぜ。話す気満々だろ。なになに？中学校の頃なんだけどね、部活で試合終わった後とか、先生の前集まってミーティングみたいなのするじゃない？先生の言葉に全力で返事するやつね。本気でやれよ。はい、本当にできんのか？できます、みたいなのでしょ？そうそう、そのミーティング中どうしてもおならがしたくなった主。主君どうした？まあ私も賢いのでね、周りの、はい、の声に紛れさせれば聞こえないと思ったわけだ。考え方アホね。もうオチがわかった。お察しの通り、思いっきりタイミングミスったぜ。だろうな。お前らやる気あんのか？ありまーす。悲惨。その後いじめられただろ。もう会場大爆笑。会場ってどこだ？これは男子しかわからないでしょ。主は借りたことないからな。どうせパソコンで見てんだろ。あっさり白状すな。男、みんな見る。あ、これ主も間違えられたことある。芸能人に似てる人いるの？スーパーで買い物してたら、80歳ぐらいのおばあちゃんに、お兄さん、ゼラチンどこあるけ？って言われた。それ店員に間違えられただけな。そしてこれは別にいいんじゃない？1円玉大量で支払うのはあれだけど、1万円で缶コーヒーなら別に。悪いことしてない。あるある、不意に声裏返っちゃうこと。すぐさま何事もなかったかのように、言い直すんだよな。でも実はめっちゃ恥ずかしがっている。これね。自分と同じスマホアプリとかやってる時になっちゃうんだよね。そうそう、勝手に親近感湧いちゃうのよね。これね、じゃあまた、と言って同じ方向歩き出す。あ、こっちだったんですか。オタクも？みたいな不毛な会話になるよな。いるいる、なんかむにゃむにゃ言ってる子。カラオケで鼻歌な。結構ね、知ってるつもりでも、歌ってみると歌えないという。人生で一回ぐらいありそう。まだないな。右に同じく。上に同じく。私もない。皆様はこんな経験ありますか？コメント待ってる。もうコントだろ。でも一回目は、結構街歩いてるとあるよね。そして無駄な笑いが生まれる。これ気まずい。自分と知り合いの間の人たちは気づいてるからね。そして恥ずかしさ紛らすためにぼそっと、あれ、聞こえてねえのかな、という。はい、今回ラストだぜ。地元あるあるだよね。こういうと聞こえかける？私は相手が気づくまでは、気づいてないふりする。レジのとこで、あ。っ
って言われて、あ、久しぶり、みたいなね。そうそう、あくまで今気づきました。で、オーラ出しまくってな。ガチャシリーズ楽しいね。うん、このアプリシリーズは本当素晴らしい。推し、一旦ここで主たちは休憩。グッパでチーム分けして、他の4人が続き引いていくぜ。じゃあ続きも楽しんでねー。See you again。アニョハセヨ。今度はこの4人でどんどん引いていくぜ。たまにあるよね。え、これ本物？みたいなアカウント。霊夢のツイッターもあるみたいだけど、主チャンネルの霊夢とは無関係よ。たまにいるのよね。後ろ姿だけそっくりな人。振り向いたら全然違くて、誰やねんってなる。あれ恥ずかしいですよね。霊夢はそんなひどいことしないわ。はっきり言うもん、君とは遊びたくない。そっちのがひどいだろ。霊夢さん正直。これね、まあ悪いと思うだけマシよ。コンビニのコピー機で並んでて、平気で前の人が15分ぐらい使ってた時は、さすがにこの人ないなって思ったわ。うん、たまに切れちゃう人いるよね。そしてその後の空気は最悪。私は転校したことないな。けどする人はめっちゃするよね。私のクラスにもやってきてから、3ヶ月ぐらいで去っていった子いました。皆様、これからは実際に思ってる年齢よりも、10歳若く言いましょう。5歳だと思ったら、生まれる5年前と。それはただのバカだろ。これは目撃した方よりも、目撃された方が気まずくない？絶対にそうね。ああ、あれ恥ずかしいのよね。こら霊夢、何借りてんだこら。ナイスボケです。これね、スマホの予想変換とかも結構恥ずかしい。予想変換だけでその人の性格わかりそう。うん、めっちゃ気まずいけど、開けちゃった人は悪くない。それはそうね。これやったことある、乗りますか？って言っといて閉めちゃった。悪気はないわよ。ママ頑張れー。もうグループできちゃってると、後からは入りにくいのよね。満員電車で、隣の人が全く同じ上着だった時は恥ずかしかった。まあユニクロとかで買ったら被るわよね。いたいた、ド派手なおばさん。生徒たちが誰の母親か詮索し出す。うちのクラスにもっと悲惨な子いたよ。あれ誰の父ちゃん？うちの母ちゃん、それくらいな。出た、キラキラネーム。まあこれぐらいならいいと思いますけど、ピカチュウとかはさすがにって思う。これは大体の人が経験してそう。とっさにお金下ろすの忘れてたふり。お金はあるんだよアピールね。これはね、本当に難しい。好意で譲ったのに、逆に不機嫌になる人もいるしね。あるね、こういう時。うん、とりあえず無難に世間話。だから一人で行くべき。これはね、どっちも気まずいもんね。足の指で挟んで必死に隠すけど、気を抜いたらすぐバレる。しかも白だと余計汚く見えて不潔。と、取る気はなかったんですよ。ただ誰のかなーって、みたいな。私は泥棒じゃないアピールね。ああ、これ聞いちゃったことある。私なんか、お母さん何の仕事してんの？って聞いたら、どっちも、って言われた。お母さん二人。これあるよね。うん、周りの人の優しさが逆に痛い。意味のない笑いが生まれます。なんかね、なんかわからないけど気まずいのよね、鉢合わせって。もうこれは黙ってるしかない。変にトイレとか行って、意識してるって思われても嫌だしね。次ラストだぜ。お、最後に虹出ました。これは子供はあんまないわね。ってことで今回はここまでだけど、まだまだ引いてないのたくさん。なので今後もやる予定なんで、
楽しみにしていただければ幸いです。ではご視聴ありがとうございました。皆様あにょにょ、本日は久しぶりのあるあるガチャ。小学校とお母さんはもう大体コンプしてしまったので、気まずい場面あるある、早速引いていきます。お、いきなり虹。幸先良いです。これね、レジの下とかに転がっちゃうと最悪。後ろにお客さん並んでたらさらに気まずいな。レジでお金足りなかった時もなかなか気まずいですよね。うんうん、それも最悪。あれは恥ずかしいな。あんま銭湯行かないからわからない。昔は家に風呂がなかった家も多かったみたいで、しょっちゅう同級生と会うってことも多かったとか。これな、悪いことしてないのに悪いことした気持ちになる。主もサークルの合宿帰り、夜中チャリコ入れたら職質されたぜ。荷物検査で、合宿で使ったナースのコスプレ、これ何？って言われた。気まず。これね、たまに街で見かける光景。雨の日のデパートとかもツルツルよね。そう、そして滑っても何食わぬ顔でごまかす。内心めっちゃ恥ずかしがってるけどな。これは、あんまライブ行かないからどうなんだろ？なんか秋葉系アイドルの激しい観客席ではありそう。これはね、案外もうダッシュで乗れた時のが気まずい。乗れなくてもホームに人ほとんど残ってないしね。確かに、乗れて車内で行き来らしてる方が気まずいですね。あ、これは最悪。特に反抗期、中学生ぐらいだと、家族でいるとこ友人に見られたくなかったりする。これは、まあ恥ずかしいと感じるだけ大丈夫。わざと爆音で音楽鳴らして、猛スピードで走ってるやつとかいるもんね。あれは、本当に理解に苦しむよね。うんうん。これね、カンニングしてないのに、ビクッとしてしまう。自分は面白い先生がいて、目が合ったらウインクしてきました。いいな、そういう先生。薄暗いから結構迷うのよね。主、3歳の時デパートの試着室のカーテン開けちゃったぜ。3歳でよかったな。あ、自分の後ろの人だったパターン。仲良かったらあれだけど、あんま仲良くないと気まずいかも。まあ異性ならまだしも、同性の友達のバラード聞いてもね。正直反応に困りますな。盛り下がっちゃいますしね。気づかれないだけならまだいいわ。後ろ姿で判断して話しかけて、全くの別人だった時は悲惨よ。これまた戦闘ネタ。部活の合宿とかでやった記憶あります。その場合大体わざとだけど。うんうん、普段優しい先生ほど怒ると怖い。ギャップビビりね。これは、さすがの主もないわ。時にあったらキモいわ。あ、あります。嘘です。おいこら、ナイス高橋。これは幼い頃誰もが一回はやってそう。あとコーラ噴射ね。やったやった。室内だとめっちゃ悲惨。あ、これは昔やっちゃったことある。うんうん、気をつけないといけない部分ですね。デリバリーは大切。デリカリーな、ピザか。これね、逆に席空いてるのに、綺麗なお姉さんが隣に座ってきた時は、人生で6番目ぐらいに嬉しかったぜ。しょうもない人生。顔の動きで戻そうとするが、余計ずれていくのだ。うんうん、すごい共感。今回ラスト。熱唱してるとこ追い抜かれるよりはマシかな。それな、ではまだ弾いてないのも多いんで、いずれまたやりたいと思います。じゃあまた次回。皆様、アニョッスでございます。はい、もちろん気まずい場面ガチャです。いやー、いい思い出だぜ。ってことで早速聞いていこう。行ったことないからわからん。どうやらネットで調べたら歌ってくれる模様。これは、気まずいどころじゃない気が、下手すりゃ通報されるだろ。てか、さすがに間違えなくない？確信犯。言った本、言われた本、どっちも気まずいわね。皆さん、悪口を言うときはバレないように。そもそも、悪口言わないように呼びかけろ。あ、主も過去に一度やってしまったぜ。これは男女差別じゃないのか？別が言うな。
あ、別れたのにまた出会っちゃうパターン。意味のない笑いが生まれる。確かに、もう愛想笑いしかできんな。人付き合いも大変ね。これは恥ずかしい。電力のカメハメハ、妹に見られたぜ。目撃した方も気まずそう。最近の子は、どんな技やるんだろうか。これは見なかったことにしてあげましょう。そうね、お仕事頑張ってるパパ、大事に。はい、もう何もなかったかのようにそっと指抜きましょう。小学校のクラスに一人はいる。鼻くそ食べるやつ。いたな、確かに。これ聞く人嫌い。絶対自分のこと若く見えると思ってるよな。こういう時は、思った年齢プラス10歳で答えてあげましょう。これは、まあ生きてればたまにはこういう時もあります。これ駆け込んだ後の車内も気まずいのよね。それな、めっちゃハハ。これはやっちまったな。なーにー。ちなみにここか、古いわ。てか順序逆だろ。これは、実際あんのか？弟のこの行動を目撃したことあるあなた。コメントお待ちしております。本当にいるのかしら？コメント楽しみ。うん、これはあるある。譲り合いが大切ですね。こういう時一番ズーズーしいのはおばさんだったりする。真夏に割り込み乗車してきた時はマジムカつきました。気まずすぎる。まあ髪かけてない方も悪いわよね。うんうん。てかそっちの方が悪い気が。今回ラスト。家族共有 PC は要注意。あと携帯の予測変換、あれも困ります。人を撃ったら、あれが出てきちゃうあなた。なんだあれって。視聴者様のご想像にお任せします。はい、では今回はここまでです。それじゃまた明日の動画で。はい、ということで本日は気まずいガチャです。もはや罰ゲーム。気まずい以上だろ。さあ、構わず茶番はあるのか？高橋どんない。もしあったら頑張ります。それじゃあ早速引いていくぞ。うん、一人になると周りの目線が気になるのよね。いるな、集団の時だけ生きがるやつ。電車マナー守るべし。私は自分で探すタイプだわ。主なんて、スーパーで女性にナンパされたかと思ったら、あの、ゼラチンどこにあります？主は店員じゃねえ。なぜ主さんに聞いた？名前って、結構覚えられないのよね。こういう時は、〇〇くん、最近調子はどう？という代わりに、言う、最近どうよ、というのだ。何さんか。これ、相手によっては言いづらいですよね。友達は友達でも、あんま仲良くない子もいるしね。そうなのよね。これはよくあるよくある。おまけによだれ垂れてる時も、濡れた答案用紙、前の人に渡すの気まずかったでございます。ならましよ、私、答案用紙鼻切れ真っ赤か。それ悲惨だな。テスト中何してんだ。うん、朝急いでる時とかたまにやっちゃう。穴開き靴下バージョンもあるぜ。指で挟んで隠すけど、結局バレる。お、レインボー。これは、ないかな。まあ色変わってから渡るもんな。渡ってる途中で変わりかけるのとかはあるけどね。飛び出し現金。最近流行りのブラックバイトだったら、全部バイト代から弁償になりそうね。最近ニュースでよく見るよな。弱い立場のバイトをいじめる人、最低。無視、好感度アップ狙い。バレた、泳い。これやだから、相手ても4人掛けには座らない。逆に一人で前の座席に足伸ばして、占領してる人とかいますよね。あれね、靴脱いでてもやめてもらいたいわ。大体中年おっさんだしな。
く、もうただただ謝るしかない。皆様、後ろ姿だけでの判断は注意です。よく触って確認しましょう。こらニトリン。もっとダメだろ。あ、これは前回話していたやつ。駆け込み乗車を注意されるってのね。そうそう、駆け込んだ後も気まずいという。余裕持って駅に向かうのが一番ですね。あ、たまにあるな、誰も降りないパターン。ファミレスで間違えて呼び出しボタンをしちゃったのに似てる。これやったって、正直に謝ってた人見たことある。うん、それが正解の行動だな。これはよくある話。話についていくために、みんなが見てるテレビを見たりね。主も高校時代、周りがモンハンばっかやってて置いてけぼりだったぜ。やればよかったじゃん。好きなタイプのゲームじゃなかったのだ。なるほど。これはイライラマックス。ふざけんなー、と思いつつ、じっと遠くで毒の埋まってる。弱いな。まあ、何もできないですよね、正直。自分も入ってイチャイチャする。どんだけ痛い子だよ。では本日ラスト。うん、これはありがち。そんな恥ずかしがることじゃないぞ。では本日はこの辺で。定期テスト、真っ最中。あったあった。あれは自分じゃ止められないからな。恥ずかしい。はい、ということで気まずいガチャ、本日も引いていきます。試験の日は、ちゃんと朝食食べていくのよ。あ、これは見られた側が気まずいよね。うん、お年頃の時って、外で親と一緒にいることが何か嫌なんだよね。成長するにつれて、だんだん大丈夫になってくるけど。小学校高学年から高校入るぐらいまで、親は大変ね。あ、これは最初にやったやつです。ただいま受験シーズン真っただ中。最近コメントでも、受かりました、ってのが多いな。もう受かった人は本当におめでとう。これからの人は落ち着いて冷静にいつも通り、主もリラックスするため、センター試験会場にサンダル持って行った思い出が、めっちゃ変人。さすがね。販売店員のお世辞に騙されるな。いるな、褒めまくって買わせようとするタイプの人。子供に向かって、妹さんですか？なんてとぼけてみたりする。嫌だわ、娘ですよ。あら奥様お若い。そんなことないですわ、おほほほほ。もういいわ。これは男性限定じゃない？うん、これは経験あります。夜、女性の後ろを歩いていると、その女性がパッと振り向きスピードアップ。完全に怪しまれてる。いやいや、ちげえよ。って思い抜かしてやろうとこっちもスピードアップ。それを見た女性、本気で逃げました。余計襲ってる感出しちゃったのね。イエス。これは学生はよくあること。まあ大体黙ってやり過ごす。たまに尋常じゃなくてリトリーに侵入してくるやついたわ。いたいた、下見たらそいつの上履きが見えるという、デリカシーゼロです。小学生とかだと、気になる子にわざとちょっかい出してるパターンも、あ、そっちもあるな。これはただの変態です。今この動画見てて、これやっちゃったことある人、正直にコメント欄で白状しなさい。いるのか。いやね、こんだけ空いてたら見ちゃうだろ。見られたくないならそんな服着るなぁ。男性の主張。まあ確かに、めっちゃミニスカの JK とかが、階段で必死に隠してるの見ると、いや、自分で短くしてるにゃんけ、と思うことも。まあ特定の男子に向けてやってんだろ。たまにいるわね。信じられないぐらい荷物多い人。あとベビーカーとかね。まあこれはしょうがないけど、確かに気まずい。自分が大量荷物持ってる立場だったら、周りの視線が気になるわ。それが普通だな。あるある、知らぬ間にどっか行ってる友人。もっと悲惨なのは、友人がいた場所に見知らぬ人がいた時、話しかけたら全然知らない人だったパターンな。皆様、行動する前にしっかりと確認を。虹出ないなぁ。残念。これは言った本人は気づかなくね。確かに。聞いてる周りのお客さんが気まずい的な。そっちかしらね。はい、それでは本日ラスト。うん、未だかつてこの場面に遭遇したことはない。同じく。同じく。ミーブー。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。皆様、アニョッスです。出会いと別れの季節、いろいろ新しくなる時期ですが、今日も元気にやっていきましょう。
はい、気まずい場面ガチャ。これももう結構引いてきたわね。ではコンプ目指し早速。主も一回、お弁当じゃないけど、電車で真横の人が全く同じ服で、ちょっと恥ずかしかったっす。ユニクロとかで買うとありがちだな。推し面を罵倒したらそれは死を意味する。ゲイモン人の悪口でも注意よ。ちなみに主くんの推し面は？バリ方で。それは推し面な。超普通のボケ。これは見られたら恥ずかしい。でもたまにあるよね、疑問見たテレビ思い出したり。まあ周りから見ると、一人で笑ってる人はなんか不気味だな。あと一人でなんかブツブツ言ってる人、こちらも結構怖いです。うん、ちょっとこれについては物申したい。譲られたら素直に受け入れてくださーい。どうした急に。いやね、こっちだってちょっと勇気出して譲ろうとしたのに、しかも断られた後、その場所に座り続けてるのも嫌だし。中には年寄り扱いするな、と切れる老人も。難しい問題ね。それと混んでる電車で堂々と優先席で寝てる人、ずうずうしいぞ。お、虹。あるある、なんか気づいたら後ろに人だかり。そしていざ電車来ると、全然乗車口とずれてる。後ろに並んでた人たちの冷たい視線。もう平成を装って、乗車口に歩いていくしかないわね。ということで、誰かの後ろに並んどけば OK よ。今時こんな社会人いるのか。てか一瞬で終了。微妙だったんで。これは、ついつい目に入ってしまう。友達の家に行って、その子のお姉ちゃんとかの洗濯物が。ってパターンも。まあ相手にも言いづらいし、見て見ぬふりが一番。こっそり持って帰っちゃダメよ。それただの下着のロボ。うん、逆にちょっと顔見知りだからこそ、知ってるからこそ恥ずかしい。完全に知らない人だと、別にって感じなのにね。あった、ふざけてつけてたら取れなくなっちゃったこと。私も、母親の指は抜けなくなって、石鹸で取った記憶が。これ結構痛いんだよね。無事抜けた後、指は真っ赤っかでございます。無理に押し込むのはやめましょう。たまに見るよね、街とかで有名人にそっくりな人。まあ私は絶対声はかけないかな。霊夢もよく街で言われるわ。あの、有村架純さんですか？って、絶対嘘だろ。主はね、主ちゃん聞きたく。はい。これは友達のまま、大ショック。まあ外で食べるものには、まずいとか言わないことね。お店と比べちゃいけません。出た、悲しいなこれは。主も写真に入れて。自撮り棒。このように傷つく人のために開発されたんですよ。もうテロップが、嘘だろって突っ込めないわ。はへー。あなたは歌い続ける。恥ずかしくてやめちゃう。そのどっちかよね。主は店員さんの口元にマイクを。不正客。それでは本日ラスト。人混みではよくある。主も大学が渋谷だったんで、結構やっちゃいました。これやって知らん顔はいけないよな。ちゃんと謝りましょう。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。霊夢。なんか用ですか？すいません。知り合いと勘違いいたしました。友達だと思って話しかけたら、全然違う人だった。マジさ、メカニトリちゃんちょっとずるくない？それね、頭の中でネットつなげるって。そんなん、テストの時めっちゃ有利じゃん。暗記とかもする必要ないしさ。ニトリちゃん。そうだよね、ニトリずるいよね。いやいや、ネットにつなげちゃうんだからしょうがないんじゃね。そうそう、私もできたら絶対やるし。陰口言ってるのを本人に聞かれてしまった時、言った方も聞いた方もめっちゃ気まずい。
まもなく、電車が発車いたします。その電車また、岩波ホームごと移動してんだこら。駆け込み乗車は大変危険です。絶対におやめください。あの子のことね、全くマナー違反は困りますな。でも電車に間に合った場合も普通に気まずい。人混みの車内で息切れはーはー、夏場だとおまけに汗だらだら。結論、駅には余裕を持っていくべし。わかっちゃいるけど、それが難しい。あ、よかったらここ、座ってください。ただ太ってるだけだよ。あ、よかったらここ、座ってください。年寄り扱いすんなぁ。あたしゃまだピチピチの76歳だよ。あ、ごめんなさい、大丈夫ですか？あ、大丈夫ですので、お気になさらず。本当にすいませんでした。あんら、嫌だわ私ったら、ごめんなさいね。あ、大丈夫ですので、お気になさらず。あらまあ、よく見たら可愛い顔しちゃって。え？ごめんね、ちゃんとお詫びしないと。いや、その、本当に大丈夫なんで。おっし、焼肉？何でもご馳走するわよ。お釜はおごるのが大好きなの。いや、予定もありますので、本当に大丈夫ですから。もうシャイなんだから、でもそこも可愛いわ。じゃあこれ渡しとくわね。これは？ふふふ、私の家の合鍵よ。いつでもいらっしゃい、待ってるわ。結構でーす。もう、うぶなんだから。しまった。おめがー。コンビニの床や、デパート、駅のタイル、この二人の漫才。結構、滑りやすいとこは多い。うるせえよ。まあ生きていれば、気まずい場面もたくさんあります。今日やったのはほんの一部ね。皆様が人生で一番気まずかった瞬間は、どんな場面だったでしょうか？ネタを、オラにネタを分けてくれー。僕以下、高橋の今までで一番気まずかった場面は？いっぱいありますけど、電車内でおかまさんに迫られた時かな。おいこら高橋、それさっきのだろ。あ、バレたか。高橋ナイスだぜ。ちなみに主ちゃんの実体験、実際に一番気まずかった瞬間はすでに茶番でやったのよね。気まずいガチャの前にちょこっとやったやつな。ということで、まだご覧になってない方もいると思いますので、最後は主の人生で一番気まずかった場面、お楽しみください。これは、主くんの実体験です。やる気のない試合態度に、顧問の先生切れる。おいお前らー。本当にやる気あんのか？はい。次の試合大丈夫なのか？はい。ちょっと様子がおかしい主。本当に、お前たちを信じていいんだな？はい。主、明暗を思いついた。おし、じゃあ次勝つぞ。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、サンキュー。サンキューな。誠にありがとうございます。ワンワン、ペンペンペーン。にゃーお。おめえはホモサピエンスだろ。それじゃあまた次の動画で。